さあ我々斜め45度が埼玉県内234駅を駆け巡る鉄道のコーナーでございます。もういいおじさんの画面は早く行こうよ。いや俺も見たいけど、うん、はい、今回スペシャルゲストが来てくれましたよ、うん、思い出しただけでねテンション上がっちゃうんですね。さんがもう上手いテンションじゃないんですよ。はい、ということでどうぞ。鉄道です。いやお前やろ、さっぱりしやがったお前やろ。お前らにされたんだよさっぱり。あ、そうだっけ。そうだっけ。イエーイ。うわー出たよこのテンション。イエーイ、やりましたね。いやもうちょっとこのテンションでね、若干お気づきの方もいるんじゃないでしょうかね。なんか今日もまた素敵なゲストがね鉄道に遊びに来てくれたみたいですよ。その前にさ、はい、一人いないことは一切触れないの。触れないです。それはどうでもいいです。あ、後ほど触れます。じゃあ素敵な可愛いゲストをご紹介いたしましょう。ベリーズ工房夏焼きみおりちゃんです。どうぞ、よろしくお願いします。これかなり急な、もうほぼ縦だわ。ちょっともうありがとうございます。かわいいでしょう、みんな。よろしくお願いします。今日はですね、この3人で、はい、埼玉県ですね、駅を巡ろうじゃねえかと、はい、いうことになってます。で、今日は何の告知しに来たんですか。はい、いや、メロはそういうの告知でしょ。もうだってもう散々俺らはモテ遊ばれてきたじゃないか。いいんだよ別に。いいよ、好きなだけいいよ。はい、告知タイム、どうぞ。いきなり。ベリーズ工房シングル、はい、今発売中なんですけども、はい、大人なのよ、そして1億3000万、今回両 A 面シングルです。いいよ、イエーイ。両 A 面、そう、今流れてます。あ、もう今ね、流れてますね。今流れてます。これね、どっちどっち。いや、自分で言いたい。じゃあ、はい、引かせていただきます。はい、1枚だけ、なんか2枚とか引いちゃう可能性あるから。わかりました。みやみちゃんね、これかな、埼玉出身ということで。そうなんです。多分、もう埼玉18、馴染みのある駅いっぱいあると思いますよ。はい、じゃあ、早速いいですか。はい、食ってみましょう。じゃん。え、すげーの出たぞ。なんかすごい、どこ。すごい、上越新幹線の駅が出ました。本庄早稲田だよ。本庄早稲田、ちょっとどこだ。どこ、これ新幹線、もうほぼ最北端の方ですよ。新幹線、これあれですよ、新幹線しか止まらない駅ですよ。え、駅前大丈夫か。楽しみましょう。よかった、そのテンションで言ってくれて。はい、ということで、はい、今回はですね、ベリーズ工房の夏焼きみやみちゃんと、はい、一緒にね、旅をすることで、しかも今回ゲストなのにガチの鉄道で引いていくとい う俺いない時だけ楽しそうなの多くない。そして引いた時すごいよ。78キロ離れております。鉄道的には78キロです。でもサボんな。はい、ということでね、早速向かってますよ。向かってます。さあ、そしてその車中はですね、こちら今聞こえてますかね。新曲、はい、今流れてるの、流れてるのが、はい、大人なのよっていう曲なんですけど。ありがとうございます。はい、これはもうリリースしてる曲で、はい、あ、もうリリースしてる曲で、はい、流れてるんですけど、はい、あのやっぱりもう大体10年ということで。あ、そうですよね。はい、ハロプロでも、はい、もうベリーズ工房が一番年上グループで。え、そうなんですよ。そうか、一番年上、そうか、そうなるのグループになってしまって。はい、もう今は自分たちが教える立場になっちゃったので。あら、でも結構じゃあ後輩ちゃんとかとこう例えばご飯とか行ったら先輩だからバーンと怒ったりする、そういうシステム。いや、なんかそういうことしてみたいなって思うんですけど、なんかベリーズ工房って後輩にすっごい怖がられてるんですよ。怖がられてるの。はい、そうなの。はい、ベリーズ工房さんはもう雰囲気が怖いですって言って、なんか来てくれないんですよ後輩が。はい、出してんじゃないの、その。いや、ピリ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 ムードみたいな。いやいやいや、なんでちゃんとちゃんとどんなみたいな。いやいやいや、そんなことはないですよ。ジュースジュースちゃんとやってる。ジュースジュースちゃんとやってんの。言ってないです。そこは言ってないですけど。ちなみにベリーズ工房で言うと一番ちょっとこの後輩から怖がられてる CD あるんですけど、そうですね、一番まあ一番怖いのは菅谷ですかね。ちょっとこれだと分かりづらいかもしれないんですけど、はい、年は一番下なんですよ、ビリーズの中で。あ、なんですけど、なんか反
ごいあってなんか菅谷様お通りみたいな感じでみんな後輩がわーってなってすごいね、そういう感じがちょっとそういうなんかボス感が出るのかな、はい、なるほど、まあ、須藤もちょっと怖いですけどね、目つきが目つきが怖い、目つきがもうでもずっとこんな感じでずっとこうやってずっとこんな感じでこれはちょっとほら大人っぽいフェイスでやってるんでしょ、まあ、その2人は要注意、要注意の、はい、要注意らしいですよ、怒らせちゃダメですからね、撮影機はもう全然大丈夫です、全然、はい、おいでおいでおいでっていうの、後輩たちおいでおいでっつって、ああいいね、楽しいね、お前浮かれすぎだよ、普段車の中こんな使わないよ、ね、一緒やっぱ宮内と一緒だとねやっぱいいですよ、いやいいですよ、来たかったな俺もとはいえ本性早稲田ですからね、はい、はい、ということでイエイイエイ、およそ2時間弱かかりましたけど、遠いとこ聞いたね、着いたまだ雪も残ってます、雪がバンバン残ってますよ、バンバン残ってるということで、はい、こちらの雪はどこでしょう、はい、本庄早稲田、本庄早稲田、イエーイ似てる、行きました、うまいね、イエーイ、雪さんのまねうまいね、うまいねえー、実はですね、はい、ツイート情報、来ております、ありがとうございます、お願いしますよ、ほんとそこ、ね、駅前はちょっとね、こう結構駐車場とか多いです、そうだね、駐車場ドーンってありますからね、うん、ね、まずあのでっかいスーパーもありますけども、ですね、まず、はい、か影技さん、影技さん、あ、いつもいつもツイートいただいております、助かります、助かります、アサミという和菓子屋さんにドラキューというどら焼きがあります。本庄名物らしいです。おお、いいね。気になる。助かるよ、そういう情報。もう一つ影技さんは、モロッコというカレー屋がボリュームがありますよという情報。はい。カレー好きですか？カレー大好き。わあ、いいですね。カレー好き？好きです、好きです。あら、いいじゃん、もうこれ。行きたい。とってもいい状態ですよ今。両方、あとはミチさんが、カインズホームの本社がありますという。あ、そうなの？俺カインズホームあるよ。ちょっとでかすぎるな。いい、ちょっとロケしていいなんて言って入れないでしょ。ちょっとね、本社だからね。まあでもちょっとモロッコとかカレー屋さんとかドラッグ和菓子屋さんね。ちょっと行ってみようか。行ってみよう。さあ、今回鉄のにベリーズ工房夏焼きみやみちゃんが来てくれました、かわいいね、みやみでしょ、うん、さあ、ただ引いた駅はですね、はい、もうなんか持ってますよ、本庄早稲田駅という、これは可愛くないね、新幹線の駅ですからね、これはちょっと遠い、78キロすごいな、そしてツイッター情報のカレーハウスモロッコへ行くことになりました、うん、いや、どうやら美味しいらしいですよ、ね、そう、うん、で、みやみちゃんもね、カレーが好きで、そう、ちょうどいいですね、行きましょう、いいな、いいでしょ、美女とカレーを食べる、いや、羨ましいじゃあ夏焼き屋にやってもらう、いやいやいや、ですよちょっと初めてなんで、ね、ちょっと見本を見せていただいて、わかりました、じゃあ交渉にお返す行ってきますよ、これ持ってりゃいいよね、それ持ってりゃね、これ持ってりゃ、いや結構混んでるっぽいよ、混んでるよ、帰ってきた、やっぱそう、やっぱそうって何、やっぱね、他にもお客さんいるから、うん、12時半だよ、そう、で、ま、そうで、マスターもちょテレビとかちょっとあれだから、だからいいよと、いいの、やったー、OK、本当ですか、いいの、その代わり、あんまりその他のお客さんいるから迷惑ならない、うん、もちろんもちろん、もういいのかよ、ね、ということで、はい、カレーハウスモロッコに、はい、ました、うん、外にいるだけでもカレーの香りが、あ、そう、食欲も進む、あとお客さんもどんどんね、うん、人来るの、一気になし、大人気だ、うん、新曲流れてる、マスターこれ私歌ってます私歌ってます、マスター今流れてる曲この子歌ってます流れてるのか、今流れてる曲、すげえ、すげえ、奇跡、すごい、やっ
たね。あら、はい、なんとお店に入ると、はい、ベリーズ工房の新曲がすごくない？すごいタイミングだよ ね、 ね、これ持ってた、入った時に流れてた。あれでもってマスターは別にベリーズファンじゃないもんね。さあそしてうわうまそう、はい、はい、そしてまず夏崎ちゃんがオーダーしたのはコロッケカレーとチーズトッピング。チーズが鉄板です。もうボリューム満点です。そして僕はねカツカレーとチーズトッピング、うん、うんうん、そしてお母さんはね、はい、もうかなりいきましょう。エビフライカレーに目玉焼きトッピング、しかも山盛りです。これ早速美味しそうですね。いやもう匂いもすごいしね。ちょっと俺間違えちゃった一人サイズ感間違えちゃった。いやそもそも普通盛りってさ多い、ね、結構な量ですよ。確かにボリューミーってツイートあったのよ間違えちゃったよ俺。何盛りでしたっけ。山盛りじゃない盛りだったよ。山盛りはちょっと大変ですね。安いよね。安いスープとサラダついて、ついて、うん、いいよ。よしじゃあちょっといただきましょうよ。いただきます。じゃあどうぞいただきます。いいですよ、どうぞどうぞ。いやチーズ入れてよかったですね。チーズ正解だねこれね。チーズ正解ですよ、うん、熱いかな。いただきます。まずはじゃあみやびちゃんのコロッケカレー、うん、美味しい。やっぱ美味しいですよ。僕はね、はい、カツカレーを。いやもうカツもでかいよ。だって大きいですね、うん、ね。一緒にセットに。いやそうでしょう。チーズトッピングしてますから。こちらも、いただきます。美味しそう、うん、チーズ伸びて、チーズが伸びた、うん、うまい。これ癖になるよ。いや美味しい。いただきます。うまい。うまいね。美味しい。うまさ発射いたします。ここでも出るね。ここでも出る。相当これ、そうこれ、そう、でかくね。エビフライ、やっぱエビもでかいね。これよ、皿が大きいから一瞬分かんない。そう分かんないけど、うん、大きい。じゃあ、うん、美味しそう。プリプリ、うまさが発射します。一気に関係なくなってるじゃん。サラダ、いや、食べます。食べてください。え、いやいや、私も今すごいスープがスープにハマっちゃって。いやいや、さっき車の中で、はい、みやびちゃん嫌いなもん1個もないないって言ってたね。いや食べない。いや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 、どうしたの。いや食べました。いやいや、何で溶けてんの。いや何、そう、なんか露骨に今何かを溶けたけど。いや ちょっと実は、うん、あのこのトッピング部分がやばい、それやめなさい、マスターに怒られるから。好きなんです。なんかもったいないなと思って。あのマネージャーさんが聞いてますよ。何でも基本は好きなんですけど、はい、唯一ちょっと苦手なのがミックスベジタブルだと。そうなんです。思いっきり乗ってましたね。本当に今日の朝にあの話したんですよ。好き嫌いの話 で、まあ、これがちょっと無理だって話してたんですけど、うん、まさかの一発目にこれがドーンと来たので、ちょっとおーって。いろいろ奇跡を引きすぎ今日。まさかの新幹線の本庄早稲田を引いて、はい、お店入って新曲流れてて、で、お頭にちょっと苦手なミックスでベジタブル乗っかってるっていう。乗っかってるって。やらまたなんか仕込んだんじゃないかな。いやこれガチなんだ。ガチだからびっくりしました。はいね、美味しいカレーでございましたね。いや本当に美味しいんだよ、はい、食べさせてあげたい。食えねえのミックスベジタブル。まさかのね、うん、で、これマスター、これマスター。マスターも渋いんですよ。ね、うん、わ渋い。そう、ステッカーも貼らしてもらって。ありがとうございます。うまいカレー作りそうだな。うん、でしょ？うん。うん、最初目立つとこに貼っとく。そう。これいいマスターでしたよ。は
はい、ということでマスター、おいしいカレーありがとうございました。美味しかったです。本当に美味しかったです、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあマスターですね、実は僕が9時で今旅をしてるんで、はい、ぜひマスターに次の駅を聞いていただきたいと思います。そんな大役を、はい、ワールドカップの予選そんな思い出で控えてないですさあ、はい、さあマスターが引いた駅はどこでしょうか。どこでしょうか。こちら。なんか楽しそうですね。めっちゃ嬉しそうじゃないですか。さあ我々斜め45度は埼玉県内234駅を駆け巡る鉄道のコーナーでございます。はい、もうね、今回もね、はい、前回引き続き、うん、ペンズスタジオの千秋にやみちゃんが来てくれております。はい、かわいい、斜めやってくれてね。はい、前回はですね、ペンズ工房夏秋にやみちゃんが聞いてくれたのは、はい、本庄早稲田駅というまあ、まあ、もう新幹線のみが止まる、ね、はい、お店に行ってもたまたまペンズ工房の曲かかったりと、ね、ミラクル続きです。はい、実は僕この9時で今旅をしてるんで、はい、ぜひマスターに次の駅を聞いていただきたいと思います。そんな大役を、はい、ワールドカップの予選そこまでの大そんな思い出で控えてないです、はい、さあ、はい、さあマスターが引いた駅はどこでしょうか。どこでしょうか。こちら、こちらです。じゃん、遊園地西駅。遊園地行けるの？遊園だ。え、嬉しいですね。なんか楽しそうですね。めっちゃ嬉しそうじゃないか。じゃあマスターが聞いた。はい。ここに行ってきます。行ってきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こちらこそ。ということで、モロコのマスターが引いた遊園地西駅行くことになりました。やみちゃん。鉄道的にはもう出てない。鉄道的には遠いです。カレー美味しかった。カレー美味しかったです。ちょっと食べ過ぎちゃいましたね。俺も山盛り全部食べちゃったから。食べちゃったですね。本当に本当に多かったですもんね。多かった。だからね、正直言おうか、超眠い。運転、運転土屋任せますか。正直、いや俺も普通盛りだったけどさ、結構な量だったじゃん。はいはいはい、正直眠いっす。頑張ってください、ね、気をつけてよ。そうそう、大丈夫大丈夫、ちゃんとね。大丈夫ですよ。後ろから応援してます、応援してますから。後ろから応援するから、はい、絶対しない。朝から運転、運転ご苦労さまです。来てもらっちゃってすみません。運転手さんはどのぐらい。運転手さんじゃねえよ。誰が運転手さんだ。すいません、あつちやさんか。運転手さん釣っちゃいました、すいません。先ほどマスターに引いてもらった、はい、遊園地西駅。遊園地西駅、これが多分これ西武、西武駅の西側ってことでしょ。西側のね、入り口だということ。おお、いいじゃない。はい、だからね、もしかしたら、あら、遊園地行っちゃうのこれは。行けるんですか。交渉して大丈夫な、そんないきなり遊園地だよ。行きたいな。行きたいな。言ってんだよ、夏焼ちゃんが言ってんだよ。行きたいな。だからここはもう交渉っていうよりもあれだな、そのテレタマのそういう得意な方面に電話して。やっぱ得意な方面。そうそう、得意な方面あるからきっと。西武園はやっぱね、西武球場もあるからね。ロケ行ってるもんね、結構ね。なんとかならないかね。それだ、やってもらおう。やってもらおう。はい、やっていただいて、ね。はい、到着しましたよ。来たね。はい、ということでこちらどこでしょう。遊園地西、遊園地西。イエーイ。西武園、はい、一応ちょっとお偉いさんを通して、はい、ちょっと中取れるかという、うん、聞いてみたっす。NG 出ました。ちょっと急すぎるだろうと。ショックすぎる。いやでもね、そもそもね、鉄夫というのはあまりこうそのまんまのところあんまやらないんです。まあね、鉄夫は確かに、うん、鉄夫というのはマニアックな、ちょっとマニアックなとこ行っちゃおうっていう。そうそう、うん、多分だからそういうのは多分大手さんがやられるロケをすると思いますので。そうだね。
我々鉄男はもっと濃厚な狭いところをついていこうかなと思いますんで、探します。よし、ただもうこれがっつりもう西武園だけど駅前などうしましょうかね、これ探そうよ。探しますか、うん、じゃ地元の方々に聞きますか、はい、ツイッター情報もね、はい、あの西武園じゃないっていう意見、やっぱそれじゃ、それ以外ないよ西武園以外ないでしょ、西武園でしょっていうしかないですね。じゃあ、はい、どうでした、なんだか、うん、日本で2番目ぐらいのサイクリングロードがあるらしいです。なるほど、自転車持ってきてる今日？持ってきてないです。借りれるのかな、聞いたところ、うん、そういうのは多分ないねあ、ただ単に走るだけとりあえず園芸コーナーのとこ行こうか。いや、ダメでしょ、ね、園芸コーナーバックでやろ、この話、ね、あのお花のねちょっと花入れつつの、どうしましょうかね。すごいね、コンビニで園芸コーナーって言ってるの、ね、あんまない。これ名物なんじゃないの、お前無理やり結びつけようとしてんのバレバレだよお前。ダメだ、ガッツリサンクスだよお前。これ店長さんにさ、なんでこんな園芸コーナーやってんすかつって、自分らの足でちょっと回ってで、おなんだこれってとこちょっと寄ってみる。でちょっとあれね、うん、裏方面に行こう。ちょっと浦和方面の方走ってくれ。浦和の方、お前ちょっともう帰る方向にしてんじゃん。ふでたまの偉い人にですね、西武園遊園地の取材交渉をしてもらったが、さすがにもう急すぎるということで、うん、残念ながら NG です。はい、せっかくね、うん、遊園地西駅なんですけど、まあ、その後聞き込みなどをしてみると、なんと、はい、ツイッターの方に動きが出ました。助かったということで、はい、土屋さん、なんとですねここに来て、はい、とある方から情報ありまして、素敵なお店がある。あれでしょ、所沢の時の、そう昔ね、所沢でお世話になったおもちゃ屋さんの、はい、テルさんという方から、うん、今連絡、あのツイートがありまして、美味しいデザートと美味しいピザが食べれる。はい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 、はい、ちょっと許可をねもらってきましょう。はい、じゃあ土屋さんお願いします。もう分かりましたよ、じゃあ行ってきますよ。お願いします。ここでいいでしょ。うん、想像してるの全然違う。嘘で、あの取材してみたいんですけどっつったら、あーでもお客さんとか来ちゃうんでしょこれで。そんなんやだ私もう長くやるか分かんないし、やめようかなとか思ってるしみたいな。何それ何それ、みたいな。もったいないね。いや、もったいない。いや、すごいよ。でもダメだって。いや、で、うん、まあいいよみたいな。あ、よかった。お母さん、あ、そうですね。じゃあちょっとお邪魔しようか。楽しみ。景色もなんかいい場所で。何、やめようと、やめようと思ってんの。続けてほしい。続けて。ちょっと行こう。はい、お邪魔します。お邪魔します。さあ、てるさんの情報のもと、はい、もっからん人さんにお邪魔しました。もっからん人さん、はい、すごいんですよ。ここがね、ゆったりとした空間で、もう時間を経つのね、ちょっととっておきの場所ですね。そう、民家風、ほんと住宅街の中にいきなりポツンとあって。ピザがおすすめ。美味しいから、間違いない。どれですか？ごぼうピザ。ごぼうピザ、ごぼうのやつが美味しい。ちょっと、さあこちらがですね、常連さんおすすめのごぼう&スモークサーモンのピザでございます。はぁ、どうですか、しもゆきさん。いや、もうずるいんだよ、いつもこういうのばっかり。美味しそうこれ。あそこにある石窯で、うわ、来ましたよ、ピザ。今はもう焼きたてです。焼きたてね。焼きたて、でもいい匂いしますね。いい匂いしますね。たまらないよ。で、お母さん曰く、あの七味かけて食べると、なるほど、美味しい、美味しいよと。ピザに七味いただいちゃおう。はい、こんぐらいし、うふぅー、いいですね。チーズ越しにお返す。ありがとうございます。はい、じゃあちょっといただいちゃいますか。もういいね、常連さんのおすすめですか。おすすめだね、言ってたもんね。じゃあちょっといっちゃいましょうか。いただきます。うわ、あ、ごぼうのピザって食べたことないじゃん。ない。いや、チーズに合うよ、ごぼう。いや、すーげーうまい。うわ、おいしい。あ、すごい、いただきます。うん、
ナイスチーズ。いいね、ナイスチーズしてる。うん。来ました。ごぼうのピザってこんな。うなずき。ごぼうのピザ、最高。ね、うわ、そんな。え、本当に合う。すごい合うんですね。ね、あら、新発見。チーズとかこんな合うんだ。鮭だ。鮭だ、鮭も入ってる。うん。七味かけよう。めっちゃうまい。これダメだよ、これ。あ、やばい。いっぱいかけたね。やっちまった、うん、やっちまった人。やっちまった、うん、うん。チーズもたっぷり。あ、うん、うわ、うまい。うまい。やばい。なにこれ。なにこれ。俺一時はどうなるかと思ったよ。遊園地西で。やべえってなんか路頭にちょっと迷いかけたけど、よやった、粘って通ったね、これ。めっちゃうまい。めっちゃうまい。おいしい。ごちそうさまでした。おいしかったです。おいしかったです。はい、いやもう、ここは、ちなみにお店は何年ぐらいやられてるんですか？12年目ですね。12年目。あら、じゃあ、はいはい、ベリーズ工房より2年も先輩。え、でももうそんなに長いんですか？私たちは一応10年、はい。あ、そうなんですか。小学生からやってます。もう、でも、もう大先輩です。はい、うん、メニューってお母さんが全部考えてるんですか？そうですね。オリジナル。そうなんです。何者なんですか？いやいやいや、すごい、本当に。どっかでなんか修行してた？いや、何もしてない。え？え？何もしてないです。どこのお店にも一回も行ってない。オリジナル。だからここのお店をやる前に、はい、石窯を車に積んで移動販売の石窯のピザ屋さんなんですけど、でその前が7年ぐらい、ケーキを作って卸すっていう。はいはい、でそれなんでそれをやったかっていうと、最初にこう、まあ、ケーキ好きが高じて。はい、それでまあいろんなうちにこう、なんていうの、お裾分けじゃないけど、あげますでしょ、いっぺん結構できちゃうから。そうするとなんかお金払うから、誰プレゼントに持っていきたいから作ってとか話が入ってきて、それじゃあ頼まれたらやりますっていうのが一番の始まり。すごいな。そっから趣味、趣味から趣味でやってたものが、周りがもうお金発生から、そうそうそう、最後これを、これこの素敵なの、これ桁違うんだよ、これあんまりあだほだ考えないで自然にこうなっちゃった、なってたね。あ、そうそう、これどういうお客さんが多いですか？中高年のおじさんおばさんが多いです。あ、中高年、若い人がいまいちって。あ、いやもうこれもう若い。ね、なんかね、若い人からするとね、もっとね、やっぱりイタリアンっぽいね、こってりしたピザの方がいいっていうのね。これね、おそらくね、若者にまだね、あんま知られてないんですよ。いやもうこれちょっと、あんまできればなんか、もうここから先ちょっと全部モザイクしてもらおう。ちょっとあんまりちょっと殺到しちゃうと、ちょっと俺らも来づらくなっちゃうしね。あと俺らが見つけた感出したいし、これ。うん、ぜひとも、うん、もう近くの、もう近くない人もちょっと来た方がいいです、本当に。本当に。ね、ぜひともね。はい。さあ、うん、もうピザ以外にもですね、うん、もうお母さんの手作りデザートなどもあるんですが、どれもね、工夫を凝らして美味しいんですよ。いやもうほんとね、見つけちゃいました。さすが鉄道でしょ、名店よ。いや、うん、名店だよ。そう、いっぱいあるでしょ。どうなることかと思ったけどね、たどり着いちゃいました。はい、ということで、テレタマの方に戻ってきました。戻ってきましたよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたこの鉄道、ガチ鉄道ですよ。行き当たりばったりでしたけども、うん、そうですね、はい、こんなにガチだと思ってなかったので正直びっくりしました。そうでしょ、はい、ね、途中山道ずっと入って、住宅街入ってた時は何をするんだろうと思った、ね、こんなに足で探すんだっていう、前もって用意してないんだ。そうですね、すごいびっくりしました。はい、でも結構楽しかったです。あ、本当ですか。はい、あら、これが鉄道でございます。い
ということでね、またぜひ、はい、機会があってぜひまた、あ、ぜひ、はい、そうですね、もうぜひともいただければ、はい、ということで、以上、鉄道でした、ありがとうございました。あ、ちょっと待ってください、はい、あのちょっとお知らせが、ベリーズ工房のですね、ベストアルバムが2月26日に発売になりました。今回はですね、あのメンバーたちが選んだおすすめの曲がたくさん入っていたり、今回のために新曲を2曲追加したりしてますので、はい、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そしてベリーズ工房のライブがただいま真っ最中なので、はい、皆さんお近くに来れる方はぜひ遊びに来てほしいなと思います、はい、詳しくはホームページの方にバッと載ってますので、はい、はい、そちらをチェックしてもらって、ぜひぜひベリーズ工房に会いに来てほしいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、以上ベリーズ工房でした。関係ねえ。またぜひ遊びに来てください。ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週。みんな待ってるよ。